はい、どうもです。ということで、今回は山口県下関にやってきました。今日はですね、トングルトンで、日本語でクソの村と呼ばれた場所に行ってきたいと思うんですが、最初にこれだけは言っておきたいんですが、この動画は差別を目的とした動画ではないので、ご了承ください。トングルトンネはね、いわゆる在日コリアンの方のルーツともいえる歴史のある場所なんですが、その歴史をね、紐解きながら散策していきたいと思ってます。下関駅前にはグリーンモールっていう韓国系の商店街があるんですが、下関は昔からね、プサンと深い関わりがあるので、こういったものができたそうです。こんな感じでですね、プサン食堂とか、韓国系のお店がいっぱいあるんですけど、でもここはベトナム料理屋だな。ただね、正直動画見てもらったら分かると思うんですけど、完全に寂れた田舎の商店街っていう感じですね。現在土曜日のお昼なんですけど、人がマジでいないですね。でもほら、こんな感じで、この韓国っぽい雰囲気を味わえるものがありますね。ここにも書いてある通り、下関は、プサンとね、友好姉妹都市ということで、昔からね、この下関と朝鮮半島を結ぶフェリーがつながってました。今となってはね、完全にもう寂れた商店街となっているんですけど、昔はね、1940年代、50年代とかは最盛期で、若者もね、かなりいた街ですね、ここは。ということでね、ちょっと軽く商店街通ってみたんですけど、もう完全に、今だと寂れた田舎の商店街ですね。若い人が全くいなくてですね、おじいちゃん、おばあちゃんだけがポツポツといる感じでした。で、お店もね、もう本当にほとんどやってなくて、土曜日の昼間なんですけど、何店舗空いてたかな、ほとんどお店空いてないですね。完全にもうシャッター街みたいな感じになってます。見ての通りですね、シャッターが完全に折り切っている状態ですね。もともとね、リトルプサンって言われてたりもした場所なんですけど、現在はもう活気が完全になくなっていて、よくある田舎の商店街みたいな感じですね。ということで、ここからね、まっすぐ何分か歩いたところに、今から行く目的地があるので、歩いて行ってきたいと思います。韓国語が書かれたお店がね、ポツポツとあったりもするんですけど、ここ面白いですね。ちょうど見つけたんですけど、こんな感じで、韓国の民族衣装のお店ですね。こういった感じで、韓国関連のお店がね、ポツポツとはあるんですけど、思ってたよりは全然韓国してないというか、普通にちょろちょろと韓国系のお店があるだけですね。話によるとね、韓国ウォンが使えるお店もあったりするらしいんですけど、ちょっとね、今は確認することができませんでした。基本的にはね、もう完全に建て替わった家が多いんですけど、こういった感じで、もう昔からあるような家も何軒か残ってますね。今ですね、在日大韓キリスト教下関教会にやってきました。この教会は、1928年に設立された歴史ある教会なんですけど、今でもね、そのまま残ってますね。約100年前から、この地域の方々の信仰を、支えていた教会になっています。ここら辺は今でもね、もう昔のままの姿で建物が残ってますね。でも今はね、こうやってガスとかも敷かれてるんですけど、当時はね、完全にもう不法占拠の形になっていたんで、インフラ設備なんかは全く整ってなかったらしいんですけど、さすがにもう何十年も経っているんで、ちゃんとね、こうやって住所もついてますし、ガス、水道とかね、しっかりとインフラも整ってるみたいですね。今はもう完全に使われていない、こういった簡素な建物も残ってますね。下関市はね、戦前に朝鮮との連絡線の発着地になっていて、多くの朝鮮人が行き来していた場所になっています。でも1940年代には2万人近くの、朝鮮の方が住んでいた場所になんですが、今ではね、1000人程度しか住んでいないんですが、当時はね、かなり多くの人が住んでいました。ここが、神田公園って言われる場所なんですけど、その当時はですね、火葬場があったところらしくて、当時住んでいた方たちの、葬式であったり、火葬っていうのがこの場所で行われていました。今では完全にもう簡素な公園ですね。もう奥の方にブランコが1台あるだけで、
あとは何もないです。まあ、終戦後に帰国する人も多かったんですが、まあ戦時中の混乱の中、帰国を諦めた人たち、そしてこの場所に住み続けたいって思った人たちがそのまま定住したみたいですね。1940年代、1950年代がね、最も活気があった場所らしいんですけど、まあ若者はね、仕事を求めて違う地域に行くようになってから、まあどんどんと廃れていったそうです。まあこれはこの地域に限らず、まあ他の地方都市はもう全部一緒ですね。こちらは光明寺っていうお寺になります。1948年に作られた、韓国仏教のお寺ですね。除夜の鐘みたいなシステムになってるんかなこれ。まあ、ここねびっしりと名前が書かれてるんですけど、まあ、ここを作るにあたって寄付してくれた方々の名前が書かれてるそうです。このお寺はですね、完全にあの町の中心部にあって、町全体をね見渡せる場所になってるんですけど、今映ってるのが今山口県で唯一の朝鮮学校になっています。もともとは、昭和館っていう保護施設がここに開設されたことで、周囲に多くの朝鮮の方が住み着くようになって、で、まあ、その昭和館が朝鮮学校の先駆けになった場所ですね。まあ、当時はね1000人近くの子供が通っていた学校になってるんですけど、今はもう山口県内で、まあ、朝鮮学校の統廃合が繰り返されて、現在はこの場所が唯一の県内の朝鮮学校になっています。で、まあ、トングルトンネの由来なんですけど、もともとこの不法占拠で作られた村なので、まあ、当時はねその下水とかトイレっていうのがなくて、まあ、横道で用を足したりしていて、でそれでまあ激臭がしていたので、そう呼ばれるようになったそうです。すごいね、もう玄関割れてて完全にこれは廃墟になってるんかな。まあ、もう当時からね何十年も経ってるんで、完全に建て替わってるねお家も多いんですけど、もう当時の姿そのままが残ってる家も多分ちらほらある感じですね。まあ、これは多分モザイク入れるんですけど、朝鮮学校の、まあ、学校新聞みたいなやつですかね。活動内容が韓国語で書かれてます。こういった今でもやってるお店があるんですね。新しい商品が置かれてるんで、現在でも使われてる商店になってますね。ということで、こちらがね下関市民センターなんですけど、当時はねここがあの刑務所として使われていたそうです。朝鮮会館っていう場所を見つけたんですけど、同胞生活相談総合センターっていうのもあるらしくて、まあ、ここでいう同胞っていうのは、まあ、朝鮮出身の方のことを指すんですけど、昔はねこういった地域出身だとすごい差別を受けていたということで、こういったものができたんですね。まあ、今でもそういった差別が起きているかどうかっていうのは自分はわからないんですが、まあ、昔はそういったことが大きな問題になっていたみたいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、結構ね何人か、まあ、この場所の動画を上げている方もいると思うんですが、まあ、他の方とはねまた違った視点で動画を、作れたかなと思います。まあ、これからもですね世界の、興味深いスポットをどんどんと紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。